松竹芸能大発ムーブ、道頓堀角座道頓堀角座は、かつて、大阪市中央区の道頓堀にあった、劇場、演芸場、映画館、本校では、1652年、慶安5年、上元年から2007年、平成19年にあった、道頓堀角座と、2013年夏から2018年7月22日に、あった、松竹芸能大発ムーブ、 道頓堀角座について記述する。江戸時代は、角の芝居とも呼ばれた芝居小屋であった。恵比寿橋側から、何業、中座、角座、朝日座、弁天座の5つの芝居小屋を、5つ矢倉または、道頓堀五座と呼んだ。1758年、歌舞伎の舞台に不可欠である、周り舞台が、初めて採用され、以降全国的に広まる。1920年小築の経営に移る。 以降、小畜系の演劇工業が行われたが、繊細で消失。戦後、SY 格座となり、洋画専門の映画館として復興した。1958年、演芸プロダクションの新生プロダクションと、情報演芸は、それまで芸人を供給していた、1000日前の歌舞伎地下演芸場が4月いっぱいで、閉鎖されることとなったため、大体の出演場所を探して、小畜を頼ることとなった。 松竹は、角座を、演芸場に、改装の上5月に再会場、大規模な映画館の設定をそのまま活かして、演芸場に転用したことで、従来の演芸場にはない戦績規模の、マンモス演芸場が誕生した。さらに芸人供給元の申請、情報両社は、松竹の出資を受けて、合併、松竹新演芸が発足した。演芸場となってからの角座は、 引き続き松竹が経営し、工業を行ってはいたが、実際の番組編成や芸人の配給等一切は、松竹芸能が取り仕切っていた。このため、松竹芸能の清水と運命を共にすることとなり、1960年代から1970年代は、情報演芸の伝道として、流星を誇っていたが、1980年代の漫才ブームでは一転して、 吉本工業の過月劇場チェーンに水をあけられる結果となった。この事態に対応すべく表記を角座と改め、場内のちょを取り外して出演者も若手芸人に絞ると言ったリニューアルを断行したが、結果は裏目に出てしまい、客離れが加速、以降自利品状態が続いた末1984年に閉鎖される。 1986年、飲食店を含めた複合ビルとして改築され、小築系の映画館、角座1、角座2として再会場以降、映画工業を継続してきたが、ナンバパークスに小築がシネマコンプレックスを設けることとなったため、競合を避けるべく2007年4月18日をもって閉鎖され、劇場の歴史に一旦終止符を打った。なお、 2004年1月1日より、角座、ビル地下1階の一部を小築芸能が沈借して、ライブスペース B 一角座として、演芸場を復活させた。しかし、小築本社が角座ビルそのものの土地建物を売却する方針を固めたことから、2008年5月31日の昼夜の工業を最後に、B 一角座は閉鎖された。しかし、 松竹芸能は2011年5月14日に、同社の東京での初の劇場として、新宿区の下、小劇場、シアター、トップス後に、松竹芸能新宿角座をオープンし、所在地は大きく異なるものの、園芸の角座の名跡を復活させた。続いて2013年7月28日、角座、ビルアート地に、大発工業が、命名権メインスポンサーとなった。 小築芸能大発ムーブ、道頓堀格座が会場した。座席数は全126席で B1 格座より幾分少なかった。5年間限定の運用を想定していたため、建物については建築費を徹底的に削減。本胸に演芸場と小築芸能の本社を併設していたほか、俺のフレンチイタリアン等が入居する別荘とイベントスペースを兼ねた。 格座広場を備えていた。ちなみに、上記の事情から、本棟には、演芸場の受付を設けていなかったという、2018年、定期借地契約期間満了のため7月末で、閉館した。代替劇場については当初設置計画はあるが、具体的な時期については未定となっていて、小畜芸能本社については、道区内の北九宝寺二丁目移転し、劇場に関しては当面の間は、 他劇場を曲がりして、工業を行う方針を示していた。2018年11月19日、松竹芸能は、道頓森より北に位置する、東震災橋一丁目所在のうなぎ谷スクエア地下1階を、沈借し、大発ハツ震災橋角座を2019年1月1日に、開場することを発表した。沈借期間は10年間で、客席数は120席。 定期的な寄せ工業は行わず、新宿格座と同様の運用形態となる。また大阪日本歌劇団のレビューやユーチューバーのライブも、催すこととしている。会場から、前世紀の頃の出演者漫才、編集たった数落語、編集他東京から八代目勝ツ文楽、六代目、春風亭柳橋、二代目、勝ツ古文字、四代目、竜亭千楽、古今亭新町等が出演。 特に四代目チラクは出演が多かった。音楽賞、編集漫談、編集期日、編集曲芸、編集系演劇、編集 ABC テレビが優先中経験を持っており、場内の提灯も提供していた。座席数は全て閉館時のもの。ありがとうございます。